米の聖地と言われる大塚駅にやってまいりました。今日はダジャレの大好きな菅原さんにお付き合いいただきまして、小田和正ファンの新たな聖地になるのではないかと言われている居酒屋さんに行きたいと思います。お付き合いよろしくお願いしましょう。はい、こんにちは。来ました、中尾です。どうも。これ。音楽が。大衆ジンギスカン酒場東京ラムストーリー漢字と理科ではないですが、はい、ご無沙汰です。これ初回セット、ジンギスカン初回セット、これはもう初回セットは必ずお一人様一人前のご注文、うん、でもね、お肉、はい、なんか焼き方とかあれはミディアムレアぐらいがいい。厚切りだ、結構厚切りだこれ。どうですか、いけます、漬け込みカルビと中落ちカルビだそうです。臭くないね、全然ね、今全然臭くないよね、ね、あっさりしてますな。これ一押しです、漬け込みカルビ。ジョマルエンサラダ。ジョマルエンサラダ。ほぼ一緒と味はほぼ一緒の。すごいな、重いんですよ。隠るのが好きなお店なんですかね。どうですか。すごいな。ジョマルエンサラダ。やっぱりこれがいいですよ。レモンサワーは突然に。自分で注ぐ卓上レモンサワー、飲み放題60分。お好きなフレーバー2種、フレーバーを2種お選びくださいって言った。パンチレモン、リカレモ レモン、スピードワゴン、ド S レモン、冗談で言ったら生レモン。ないなねえ、ありませんって前品切れ中でそれ言ってるやつ。ひねりが欲しい、ひねりが欲しい、冗談でいいから、ママレモン。パンチレモンは素直で優しくてちょっぴり優柔不断な味だった。リカレモンは情熱的深絞りだった。これいきます。じゃあなるほど、飲むとフレーバーを、これかけなかったらただのね焼酎になっちゃうから。感じこれたっぷり入れないと あれなんだよ、味が。どうすか、いや感じじゃない味はするとあ感じだとかないからそういうのは。東京ラムストーリーここまで。いや、いいですよ。いいっすか、僕は好きだな。全然キャラかぶってないけどね。でもあのおすすめはあれですね、やっぱり漬け込みと中落ち。我々的にはそのアクアンビネスなので。
あ、ウルスラムの写真ぐらい貼ってほしいよね。あ、そうだよね。ね、ポイントアグレスラムの間に生って書いてありますって。あとほら、あのうるせえやつらのラムちゃん、ラムちゃんいい ね、 ね、味のなかなかのお値段もね、リーズナブルでなかなかの、いや、美味しかった、美味しかった、美味しかった。